国の責任が認められた皆様方に対して心よりお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございません。原告の方々とこうして面会をし直接お詫びの気持ちを伝えたいということでございました。母にも総理大臣の謝罪の言葉を聞かせてあげたかったと思います。戦乱アスベスト被害の早期の全面的な救済と二度とこうした被害が発生しないよう全力でご尽力していただくことを切にお願い申し上げます。